茨城県道112号阿波山、特造線白里町阿波山茨城県道112号阿波山、特造線は、茨城県東茨城郡白里町阿波山から、道町特造に至る、一般県道である。東茨城郡白里町阿波山の国道123号、阿波山十字路より分岐し西方向へ向かい、道町、特造まで結ぶ、延長約 15km の路線。 白里町阿波山道町鈴子屋間の現道の北側に並行する整備中のバイパスがあり、完成すれば国道123号大滑羅大橋入口交差点白里町鈴子屋座り立がバイパスにより結ばれる。本路線は道路法第7条の規定に基づき、一般県道として1959年に茨城県が 初回認定した路線の一つである県道阿波山、笠間線を前進としている。阿波山笠間線は、1966年6月1日に、経過地の西茨城郡七階村から、終点の笠間市までの区間が同日認定された、茨城県道小舟笠間線との徴用区間となり、1977年2月14日に、茨城県道377号小舟笠間線が、 主要地報道として、茨城県道46号笠間小川線に変更された。これと同時に、茨城県道121号阿波山笠間線が廃止され、残区間をもって新たな県道路線とした、起点を東茨城郡桂村阿波山、終点を西茨城郡七海村大和特造とする、茨城県道121号阿波山特造線が認定された。後に、 整理番号が変更されて、現在に至る。東茨城郡白里町孫根地区の県道では、近隣葛羅小学校の通学児童の安全確保のため、2017年までに延長178メートルの歩道を設置して、車道を拡幅する事業が行われた。東茨城郡白里町孫根の区間は、白里町立葛羅小学校と葛羅中学校の 通学路に指定されており、工場からの大型トラックの通行が多い。県道阿波山特造船として認定された当初は、東茨城郡勝桂村から、西茨城郡七階村に至る路線であったが、市町村合併によって、東茨城郡白里町で完結する路線となった。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。